ウシャコフの肖像画。ヒョードル・ウシャコフはロシア帝国の軍人。最終階級は海軍大将。18世紀のロシア海軍で最も有能な指揮官の一人であった。ヒョードル・ウシャコフはモンゴル系の貴族の息子として生まれた。1766年に海軍兵学校に入学して海軍士官としての教育を受けた。ウシャコフの海軍任官当時、ロシア帝国では エカチェリーナ2世紀の地政下で、ピョートル1世紀の死後に弱体化した海軍の復興が進められていた。ウシャコフは精神と物質の両面で、ロシア海軍の改善に取り組み、軍機や艦艇の保守体制を向上させた。戦術に関しても、当時の典型的な海戦術であった単純人による平行方線が決定力に欠ける問題点を指摘し、 敵艦列を突破する戦術を導入した。これは、ホレー・シャネルソンが用いたのと同じ戦術である。1787年に勃発したロト戦争では、国会艦隊を率いて、オスマン帝国海軍と戦った。1790年9月のテンドラ島沖海戦と、翌年8月のカリア・クラミサ海戦で、オスマン艦隊に勝利を収め、国会における、 ロシアの正界系を確保した。この間、1790年からは、ロシア海軍の総司令官の地位についた。フランス革命戦争では1798年から1800年にかけて艦隊を率いて、地中海に進出、イタリア戦線のロシア陸軍部隊に協力した。ドミトリー・セニャーウィンと並んで、この時代のロシア海軍では最も有能な指揮官の一人に、 数えられている。1800年にウシャコフは地中海から国海に戻り大将に昇進した。しかし、1801年に即位した新皇帝アレクサンドル一世に嫌われ、晩年は不遇のうち2817年に死去した。ウシャコフの墓地。ロシア正教会は2000年にウシャコフを成人に列することを決定し、2001年8月に、 ウシャコフを正式に守護聖人と認めた。海軍軍人でロシア政教の聖人に列せられた最初の人物となる。ファイ・リバース。ロストフ。ファイ。百九十七一七百八十一十四リバース。千九1993。11。ABCD。青木二百六十九ページ。青木二百六十六ページ。 ザラフスカイア、ルボーブ、ザクリスチャンメッセージフロムモスクは、セイントブレスドウォーリアフィードを遮うフロシアの声、2007年6月1日。ありがとうございます。